長藩の後、いくつもの戦を経て劉備殿は蜀の君主となり天下三分もなりました。しかし殿は志半ばで世を去ってしまわれました。殿は死に際し、お世継ぎである劉禅様が仁の世を作る君主として不足であると思ったなら、この私が蜀を治めようと仰せになりました。ですが私は蜀の臣として新しい天下を迎えたいのです。劉禅様の天下のため、まずは南の異教の脅威を取り除くべく軍を動かします。この灼熱の大地、我ら蜀が制します。かの猛獣隊には月への兵器で対抗します。我らの攻めの構えさせません。この虎戦車、異教の獣たちに引けを取りません。いざ参ります。負けねえからな。敵将撃たせていただきました。この敵の動き、どこかに何に一人とは若気の怒りだな。一人とはイノシシ武者よの。わしらの土地を荒らしやがって。ちょちょちょっちょっちょっ強敵と会えたわけ。敵将撃たせていただきました。勝つ日もあれば負ける日もある。撃敵将撃たせていただきました。大将同士勝負しようじゃねえか。
チやるじゃねえか。次を見てろよ。は火炎の威力味わってもらいましょう。まさかわしに勝ったつもりじゃねえよな。なんじゃこりゃ。この毒沼への対策も用意してあります。敵拠点によって輸送が阻まれています。このままでは毒沼に感謝できません。橋の上を進軍すれば毒の影響を免れます。我もやる。痛えなこの方。次はぶっ倒す。痛い目に遭いたいか。久々に強敵と会えたわ。敵将撃たせてみました。久々に強敵と会えたわ。敵将撃たせていただきました。なんだあいつ。あれが刃を通さぬ時の方法。金番なるまい。敵将撃たせていただきました。痛い目に遭いたいか。火薬つきを開始しました。叩けば爆発します。これで彼らに損害を与えられるでしょう。強敵と会えたわ。敵将撃たせていただきました。やらせねえぜ。まったくだらしない男どもだね。やるじゃない。少しは燃えたよ。敵将撃たせていただきました。だよ遅れてすまん。はよよ手を貸そう。Huh?
負けねえからな。敵将撃たせていただきました。先駆けるんじゃ、物どもかかれや。みんな倒せ。迅速に行動し、敵の混乱を誘います。本気で行くぜ、本気で。その首もらった。今度は負けねえからな。敵将撃たせていただきました。敵将撃たせていただきました。わかりましたな。今だ、攻めかかり。敵の花を明かしてやる。
わしが負けるなんて認められるか。拠点は我らの命綱。落とさせんぞ。引けねえぜ。これ以上はな。急いで戻らねえと。はっ、おせえ。はっ、我もやる。わしは大王、死ぬまで大王だ。何だってんだ、人の庭荒らしやがって。言っとくけどな、わしらはおめえらになんか従わねえぞ。我らが望んでいるのは服従ではありません。いかがですか、南を治める偉大な王よ。私たちと共に広大な天下を思い描いてみませんか。皆の働きにより南蛮王は京順を誓いました。遠征をした甲斐がありました。これで皇庫の憂いは立てました。あとは前進あるのみです。義、語、そして職、天下を分け合う時代は終わりました。これからは天下をまとめる時代となります。新しい護衛部署が仕官してきたようだな。この護衛部署はその際一国を制し、
幼年神童と称された人物のようじゃな。